本当だよ。いやでも、でも壁もちょっとバーンってましたもんね。え、壁もバーンってやって、クソガーって言った後に楽屋がガシャグシャグシャって自治自治自連携自治自連携自治自治自連携自連携 YouTube。でも俺今回のな、これ自伝系 YouTube って言って、はい、まあいろんな、さっきもエピソードくれたんだけど、なんかそういう、なんかある俺さ、物忘れが激しいのよ。で、はい、あんま、物忘れっていうか、過去がどんどんなくなっちゃうの、頭から。はい、だから俺とのなんかそういう、あるなんか。思い出ですか、エピソード。ああ、でも結構、さっき、喋って、まあ出会いから、うん、あったから、エピソード。うん、で、あの、ほんと、お茶目だが、こう、水バーってかけたりするし、あとなんかあったっけな。ちょっと待って、水かけるだけなの？あの、サウナのあの、ああお茶目な。でも、なんだろうな、お子さんができてから、すげえ優しくなったと思いました。お、そう。昔は、いや、もうめっちゃ怖いイメージしかなかった。あ、そう。怖いってあれだろ、その、言語との時にっていうことでしょ、強くて。あ、礼儀はもう全然しっかり教えてくれるんで、それは怖いっていうのじゃないんですよ。うんうん、あ、教えていただいてるし、うん、他に失礼ないように。うん、僕も後輩にはある程度言うタイプなんで、うん、ただ言語との時は怖かったですね。一回だって、ライブで、もう途中やってるねあ、それはね、俺でも覚えてんの。それ覚えてる。あれでしょ、なんだっけな、なんて言って終わって、なんて言ってアンテナだったっけな、なんだっけな。なんか、あの、音響が何回もずれてて、そう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 。そうそうそう。その子が、よく、常に毎回ライブでミスを犯してたんです、うん。そうそう。俺さ、なんだったら、誰よりも入念にリハーサルやるタイプじゃない、うんうんうん、そう。で、音に合わせたりするし、そうそうそう、マイク音量。そうそうそう。で、お客さんに絶対いいもん見せたいからやることじゃない、うんうんうん、プロだから。で、ピンバトルって、要は毎月新ネタライブだったじゃない、うんうんうん、で、1年毎月でも12回じゃない、うんうん、12回中ね、俺ちゃんとできたの1、2回なのよ。ああ、そうだ、そういうふうにおっしゃってましたね。そう。ちゃんとできないって。そう、10回ぐらい間違えられて、その、うん、いきなり切れたんじゃなくて、また今日もダメか、また今月もダメか、また今月も新ネタせっかく考えてきてんのに、お客さんの前でちゃんと見せれねえのかが募って、多分10ヶ月目ぐらいに、それがね、ちょうどね、石川琴美ちゃんっていうね、もう本当に優しくて、めちゃくちゃ女の子でおしゃべりも上手くて、もう本当にもうそいつにもうこのピンバトルを支えてもらってて、その子がピンバトル引退する日だったんだよ。で、ね、その時の映像めちゃくちゃ面白いよね。面白いですね。見たよね。なんかね、はい、なんだっけな、ネタがね、とにかく、そう、フリップのネタで、はい、そう、なんだっけな、なんていうネタだったかはちょっと忘れちゃったんだけど、そうですね、そのフリップやるごとになんか俺がボケるんだよね。はい、それが、1回目音間違えて、2回目間違えて、3回目間違えてて、どんどん俺の顔が、その時の映像が、どんどんこうなってくんだよね。うん、で、だって途中、顔とかじゃなくて、睨んでましたね。音響の本買って、何回か。そうだ、あ、そうだ、そうそうそう。で、俺は、もう、できませんっつって、はい。すいませんってお客さんに謝って。はい、すいません、今日もネタできません。もう無理です、無理です。ってなっちゃって、初めてだよ、あれ。はい、俺も24年やってるけど、はあはあ、途中でやめたのネタ、もうダメです、もう無理です、本当にすいませんでした、うん、って言って、はい、暗転前に、はい、クソガーっつって暗転になって、はい、次の出番が明太子つけどうたらしたら出てきて、はい、それでもう本当にあいつがもう後々聞いたんだけど、むちゃくちゃやりづらかったんです。暗転やりづらい舞台多分だって、お客さんで、もう宣言すいませんって言うけど、クソガーが、クソガーが、全部会場に響き渡ってるから、お客さんも絶対聞こえてるんで、だからもう、ええーってなっちゃって。お客さんもちょっと気使ってくれてたもんね。多分、はい。でも分かってんだよ。お客さんも、間違って、間違いまくってるから。それが伝わって、
で、まあ、ほら、ピンバトルに来てくれてるようなお客さんは、まあ、もちろん僕のことを知ってくれてるから、どういう、思いでこうネタやってるかとかも分かってくれてる人が多いから、多分気遣ってくれてたよね、あれね。すみませんでした、ほんと。本当だよ本当だよいや、でも、壁もでもそれ、言ってましたもんね。え？壁もバーンってやって、クソガーって言った後に楽屋がガシャガシャガシャガって、で、手がもう痛えよって殴ってるからアドレナリンが切れちゃって手が痛くなって手震えるバーズいいじゃん、俺方で、こういうのも言っていくのよ。ああ。これは結構言いづらいですもんね。言いづらいことも言うのがこのチャンネルだから。なるほど、はい。はい。だから、俺はもうこういう人でもあるよっていうのもどんどん伝えていけたらいいかなとは思ってて。うん、でも、これは多分事前に絶対載せるわ。ああ。いいのくれた。あ、よかったです。だってそうじゃん。だって俺がクソガーで安定して終わるって。いや、安定まだしてなかったっす。クソガーの時は。あ、名店か。名店。名店中。まだ、吐ける前ぐらいにもう、吐けるぐらいにクソいや、殴ってないからな、お前。なんか、殴ったみたいなやつ。殴ってないですよ、誰も。全然で、誰かに手は出してないよ。後輩とかじゃないですけど、うんうん、壁とかにバーンってやってとか、うんうんうん。そうそう。だから、ネタ見せの時って、暗転板付き、ありがとうございました、終わりでお願いしますとか言うんじゃん。あれの場合だと、名店飛び出し、クソが終わりでお願いします。ああ、なるほど。ありますか、なんか。はい。あとは、まあ、そうですね。まあ、その思い出話はちょっと前に言っていただいたんで。はいはい。まあ、そうです。こんな感じですかね。あ、こんな感じで。ああ、はい。ということでね。僕がね、来てもらいましたけど。寂しいな。なんか僕の思い出話も。まあ、そうか、長井さんの自然か。お前の思い出話も、じゃあ、もう行きたい。くださいよ、一つ。あ、俺が、はい、あ、俺から、なるほど、なるほど。俺からか。はい、まあ、あの時に思いっきりあのナイフで刺されたのは。お、怖えな、おい、ほら。えバカ野郎。そしたらこんな仲良くねえだろ。まあ、そういうのもありましたね。やめよ。乗りツッコミじゃん。あ、すいません、なんか楽しくて。なんか、お前のチャンネルとかも俺たまに見るけど、はいはい、そういう一面見せてないよね。一切やってないです。乗りツッコミとかもするんだね。一応なんか、やっぱ芸人さんって楽しいっすね。僕その職人系のやつでしかやんないじゃないですか。うんうん、まあ、徹底してるというか、うん、絶対この衣装だし、うん、で職人あるあるとか職人系をやるから、うん、やっぱ結構素人の方というか職人さんと絡むんで、うんうんうん、なんかこう、で話を整理してくれたりとかを、うん、やれないじゃないですか、みんな、うんうんうん、だから自由にちょっと身を任せて今日喋れたんで、あ、こういうのが楽しかったりするんだろうね。まあ、でも親方の話で言うと、結構真面目な話で言うと、はい、実はネタ面白いですっていうのあるけどな。ああ、ありがとうございます。で、親方は最近多分 TikTok だったりインスタとかの方に力を入れてあんまネタやってないと思うんだけど、はい、俺個人的にはやっぱ俺ネタ好きだしピン芸人好きだから、なんか、ね、そういう姿も見たいなっていうのあるけどね。俺は好きなのはあの男女のあのあやつあるじゃん、土木男子と土木女子の淡い恋の物語、淡い恋の物語、あれはめちゃくちゃ好きだけどな。ああ、ありがとうございます。うん、だからあのメジャーのやつとか、はい、ハンマーのやつとかもあるんだけど、はい、あれはもう小道具一切なしで親方一人でやってるじゃん、なんかその小道具とかを使わないで、はい、あんなんを、いろんな人に見てもらえる、やる今日。あ、でもあの音欲しいんですよね。いや、やんねえよ。マジやろうとしてんの、お前、人のチャンネル来て。いや、いいじゃねえかよ。いや、まあまあ、やんのかいで来んのかと思ったら、いや、音ないとは。あと、一回、うん、停止してもらって、うん、一回頭の中整理させてもらって、望んでいいですか。いやいや、だったらお前のチャンネルの方が登録者数も絶対多いんだから、俺まだ始まったばっかりだからね、自分の方でやったら自分の得点になるからそっちでやんなよ。あ、
でも、あ、そっちはそうか、そういうジャンルじゃないからもう、そう、見せづらいか。そうっすね、あと、うん、まあ、アンチコメント来たらショック受けるんで、うん、ちょっと嫌なんです。弱いんですよ。弱いっす。これね、あの、あるあるだと思うんだけど、まあ、俺もちょっと、やんちゃしてたんだよ。はい。で、お前もやんちゃしてたじゃん。はい。やんちゃしてたってやつって、そういうのに弱かったりするんだよね。あ、そうなんすかね。で、あと、風邪ひきがち、風、はい、風邪ひくだろ。めっちゃ引きます。俺、最近はちょっと引かなくなったんだけど、はい、でもそれは俺が多分ほら、そういうの、子供ができて、はいはいはい、あの、優しい心になったから、はいはいはい、わかんないけど、そっちのちょっとやんちゃな人ってなんかさ、ジェットコースター乗れる？お前乗れないです。乗るならね。そう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 、そうなんだよな。これ怖いとこ、結構高いとこ無理。いやな、お化け屋敷入れない、はい、俺お化け屋敷入るときにこうやって次の壁で次の道行くときに携帯とかを放り投げて出てこないかを確認したからへえ、そんぐらいですか、うん、へえ、そこまではないですけど、うん、はい、ないです。そんなビビりじゃないですけどバイクとか乗れるのにジェットコースターは無理。あ、そう、バイクは乗れんだよな。バイクはでもあんまり僕スピードを出したくないタイプです。車でも分かる。知りたくないもん分かる。知りたくないじゃん。お笑い芸人をやって、昔やんちゃでお笑い芸人やってるやつってそういう、なんだろうな、結構安全運転だったり、なんだろうな、思いっきり本当に変なやつは多分残ってないよね。でも、かもしれないですね。中途半端なのは多分。でも佐田さんとかやばいかもな。そうですね。佐田兄はすごいですね。もうあの、ほんまもんのほんまもんです。俺は偽物だからな。偽物なんで、はい。ということで、はい、本日来ていただいたのは、はい、親方、最後になんか一言、いいですか、なんかもらってるんで。あ、おーい、どうも、ありがとうございました。クソが終わりだ。お疲れ様です。バッキャロー。お疲れ様。バッキャロー、パラリラ、バッキャロー。お疲れ様、ありがとう。びっくりした。はい、まあ、今日のね、はいはい、親方くんとの動画で、うん、まあ、自転車を出すとしたら、うん、まあどこ、自転車出しますよ。出すとしたら絶対出しますから。はい、その自転車の中でどこ使いそうですか。もうあれでしょ。はい、クソガ事件でしょ。クソガ事件、うん、クソガの変でしょ。あれはやっぱり俺も、これは記憶なくなったんじゃなくて思い起こしてくれたっていうか、やっぱあれは青春の一部だ、やっぱり俺の。ああ、もうこれはどう思われようが青春の一部だから、はい、うん、もう本当に楽屋をぐしゃぐしゃにしたし、その後ちゃんと片付けましたよ。でも、はいはい、はい、まあいろんな人には迷惑かけたと思いますけど、それは嘘つけない、やっぱ青春の一部だから俺の、うん、そのやっぱクソがっていうなるぐらいやっぱりピリピリしてたんだね。その R1 グランプリに向けて毎月新ネタやってたから、はい、うん、それが出てしまったっていう事実だから、まあそれは載せたいなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。それではまた、よろしくお願いします。バッキャロー、お前締め方バッキャロー。すいません。ラリラパラリラだ。ありがとうございました。音がもうずれてんのよ。でもお客さんはちゃんと並べてこれにしといてって言ったのに、フリップをずらしてセットされてたっていう。あ、これサドル持ってますよね、今。サドル持ってる。